アリーアージはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス生まれの姉妹で構成されるデュオ。母親がシンガーソングライターという家庭に生まれる。幼少期はワシントン州シアトルで育つ。二人はそれぞれ6歳からピアノを習い始め、その後ギターも習い始める。この頃から二人で協力しながら曲を作るようになる。二人の経歴は 歌手からではなく女優業からである。歌手デビューのきっかけはレコード会社のスタッフの前で何曲かギターを弾きながら自分たちで作った曲を披露したことがきっかけでそれが気に入られデビューに至った。また2006年イントゥ h ザラッシュで日本デビューを果たした。そして2007年11月7日には彼女たちのサードアルバムインソムニアティックが発売される。 アメリカでは2007年の7月に発売された、このアルバムは全米のビルボードチャートに衝撃を与える作品となった。そしてその中の壊れそうな愛の歌が日本のスリラー法が XX 魔境伝説の主題歌として使用される。また、鈴木亜美が鈴木亜美ジョインズアリーアージ名義で11月28日にカバー曲としてシングルを発売している。 2007年12月に初来日し、カートゥンカトゥーンに出演した。同放送では、小島よしおのギャグである、おっぱピーや、流行語である、どんだけ、えなどを披露していた。ありがとうございます。